こんにちは、フルート大好きミミユです。皆さん練習頑張られてますか？ということで、はい、今日は演奏動画をね、撮りました。曲目はラルゴですね。ヘンデルさんのラルゴです。はい。私が使っている、時々吹いている村松さんの、こちらのフルート商品集の2番目に載っている曲で、この曲もね、結構ね、前から練習はしてたんですよ。時々ね。でも結構難しいんですよね。雰囲気よく。自分のイメージするように吹くのができなくって、一応ここまでね、ちょっとあまり、ちょっと披露できなかったんですけど、難しいところは、前半後半こちらもちょっと分かれてて、最初が結構低音ですね。低音が、続くんですよね。で、一番下のレかな、が低いのかな。で、そこを、ゆっくりなので、ゆっくりな感じで、吹くのが、なかなか、低音がね、ちょっと課題だって言ってたのも、はい、聞いてくださってると思うんですけど、低音をゆったり吹くっていうのを響かせるのがね、まだ下手なんですけど、前よりはね、ちょっと出るようになったので、あと後半は急に高くなって、一番高いのが、そうかな、そうですかね。3オクターブ目のソが一番高いのが出るんですよね。それを、はい、頑張って吹いております。ということで、まずは聴いていただいて、よかったら最後に、はい、少し曲の話、今の課題などのお話させていただきますので、よかったら付き合いください。はい、いつもありがとうございます。ではどうぞ。
お聞きいただいてありがとうございました。いかがだったでしょうか。どうですか。なんか聞いたことある曲だと思うんですよね。曲はラルゴね、ヘンデルさんのラルゴ。これ本当にしっとりね、結構切ないですね。私の好きな部類の曲なんですけど、もう本当に切ない。でも切ないメロディーがね、本当に素敵なのが分かってるだけに、それを表現したいんですけど、まだね、副技術が足りないからね、難しいなっていうふうに、思ってます。今もね、まだまだ、はい、まだまだもっとこう吹きたいっていうのはあるので、しっかり低音をまず鳴らせるように頑張るっていうのと、もっともっと、こう、なんですかね、雰囲気よく表現できるように、頑張るっていうところですね。はい、また練習を続けて、もっともっと素敵に吹きたいなと思います。頑張ります。はい。では今日は以上になります。また演奏動画撮りますのでお付き合いください。